これが牛タンやで。黒毛和牛 A5 ランクの牛タンやで、これ。うわー、どうよこれ。うわー、どうやどうや、これ、うわー、めっちゃうまそう。これ黒毛和牛 A5 ランクの牛タンやで、これ。あんまり焼いたらあかんから、もうひっくり返しもええんちゃうか。3、2、1、よっしゃ、返そう。どうじゃ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 、うわー、めっちゃうまそう。はい、参りは希望でございます。続いて本日は大阪メトロは御堂筋線大黒町から難波に向かって、今これね26号線を歩いてるんやけれども、あそこに見えるのがくら寿司で、ここがパチンコスロットアローさんのごっついところ、ここね26号線やねんけども、これどこ行くんや言うたら、とある情報でさ、この大黒町からちょっとまあ歩いたところやねんけれども、美味しいお肉、食べ放題とかそんなんじゃないんやけれども、そのなんていうの、値段の割には肉質がめちゃめちゃ美味しいお肉がいただけるということで、今日は焼肉を食べに来ました。ということで早速焼肉行ってみよう。そういうことで、今さ、あそこの26号線の大きい交差点ちょっとこう曲がってきたとこやねんけど、多分この辺やと思うね。どこや、この辺ちゃうのか。あ、ここや、この角角、何時のこの交差点、ここの交差点があって、あそこ、あそこの角でございます。ということで早速行ってみよう。なかなかちょっと隠れ家的なお店やね。そういうことでね、ここほんまお値段の割にはほんまめちゃくちゃええ肉、黒毛和牛の A5 ランクに凝ったお店、ね、そういうことで、ちなみにいつものことメニューこんな感じ。ありがとうございます。ということでやってきました。本日もいっぱい売れ、いってきましょう。いやー、わかる。この寒い冬にもかかわらずキンキンに冷えてるからね、これ。めっちゃうまい。ではでは、まずはタンユッケ来ましたんで、めっちゃうまそう。うわー、このピンク色にこの黄身の卵、これがよう匂ってて、めちゃくちゃ光沢があって、うまそうやね、これ。ではでは、まずはこのタンユッケ、チャラーっとこんな感じで卵潰しまして、これ、うわー、どうよこれ。これちょっといってきましょう。うん、あ、普段さ、もう最近焼肉屋さんでもユッケって食べられへんようになってきたやんか、ビール。だからなんか懐かしい感じやねんけれども、でも、うん、そのユッケに比べたらすごい、やっぱパンのユッケやから歯ごたえがしっかりしてんねん。生肉、その赤身のユッケよりもパンのユッケめちゃくちゃ歯ごたえあってええわ。うん、ああ、これほんま、うん、久しぶりにユッケ食べてる感じや。最近さ、焼肉屋さん行ったら、ユッケってパックかなんかで出てくるやんか。多分衛生的なもんでね。で、じゃなしに、ここはほんま、こういう感じで出てくるから、めちゃくちゃ、ああ、ユッケやばっていう感じ。ほんま、視覚からしてうますやもん。ほんま、視覚もうまいし、味覚もうまいし、うん。最高やな。ほんま。
細かに切ってるから、あの一つ一つのタンの歯ごたえはしっかりしてて、ええ歯ごたえするんやけれども、細かいからめちゃくちゃ食べやすい。うん、梅ビール、うん、めこのタンのユッケだけでいっぱいいけるわ。これめっちゃうまい。うん、ええお肉やのにパクパク食べてまわ。うん、完食。うまっ、タンユッケうまいな。ビール、あーうめ。すいません、ビールお願いします。ということでビールがやってきましたんで、いってみましょう。でビールと一緒にやってきたのが生千枚でございます。私大好きなここの生千枚は、チョジャン言うたからちょっと変わってる。生千枚言うたからって見てみて、生千枚がこれやろ、これとこのチョジャンがこんな感じ。生千枚はほんまにうまそうやな、これたまらんわ。でこのつけだれがちょっとチョジャンと違ってんねんけれども、新しい味なんかな、どんな格好やろ、めちゃんこ楽しみ。ではではいただきましょうか。これうわー、うわごっついしっかりした生千枚な、これうわー、うわーうまそう。でこれをこっちにこうつける。で野菜がたっぷりなんかな、これいっとこう、野菜たっぷりか。ああ、どっちかだら新鮮っていうか、めちゃめちゃ高級な生鮮っていう感じ。千枚自体はあの、なんていうの、まあ大体感触わかるやんか、そんなにあの特殊な千枚じゃないけど、タレがめちゃくちゃフルーティー。あの見るとこ、いつものチョジャンやったらすごい、なんていうの、酸っぱいっていうのが来るんだけど、やや酸っぱい感じじゃないけど、めちゃくちゃフルーツの香り、フルーツの香りにネギの風味がふわーってくるねん。これうまいうまい。あのどっちかだな、酸っぱいのも好きやけど、これもええわ。うわー、めちゃこれ、この見た目がめっちゃうまそうやで、これほら、ほれほれ、どうよこれ、うまそう。うんうん、めちゃめちゃフルーティーで、やや酸っぱいフルーティーで、そこのネギの風味がふわーってくんねん。これうまい。このあのタレ、あの多分めちゃくちゃ時間かかってると思うで作んの。うん、うめえ。ビール、あーうめえ。ということでやってきました、私大好きな黒毛和牛 A5 ランクの特選牛タンでございます。このまた適度な厚みとこの色が素敵、黒毛和牛の A5 ランクの牛タンやで、うまそう。ではではいっときましょう。牛タン、これはせんけど1枚1枚いかなあかんじゃん、もったいないじゃん。ええー、とこちょっと待って、1枚だけ入れてレモン絞らなきゃの、レモン絞って、まあんまりな焼いたらあかんというか、もったいないから、あのアホみたいに乗せたらあかんねええ肉やからちょっと大事に大事に、なんかちょっとね表面をよく焼いた方が食べやすいよって言ってましたけどね。でもあんまり焼きすぎたらどうや、あのもったいないんちゃうか。ちょっとうわー、一枚一枚大事にいっときます。こんな格好でございます。チャラッとこうレモンつけていっときましょう。うん、うまいのうまいねんけど、いつも食うてる牛タンとちゃうぞ。あのコリコリの中にもどういうんかな、柔らかいコリコリっていうの、適度に柔らかいコリコリだから、うん、あのどっちかでいつもの牛タンには柔らかいんやけども、それでもうまい。これ A5 ランク黒毛和牛。
ま。すいません、ビールお願いします。ではでは牛タン一等号、これほんま大事にやかんと焦がしたらあかんあかん。こんな高い高いええお肉やからね。時間差でいこう。こう片面をええ感じで焼いて、もうええかな、3、2、1、ここで乗せてからの裏返す。どうやこれで、ね、感じやろ。うん、まそうな感じやね。これ牛タンシャラッと返して、こっちも返そう。どうやこれ。ではこちらいっときましょう。こちらにレモン汁チャラッとこうつけていっとこう、うん、うまっ。ええー、牛タンやわ。たまらんのこの牛タン、うん、うめえうめえ。今まで A5 ランクの牛タンって食ったことないんちゃうか。うん、ビールだってさ、私大好きな厚切り牛タン売ってる、あの肉の岡山さんあれよ、あそこでもあれあの国産じゃちゃうねん。国産じゃなくてあれが欧州産やったから。あ、なんか来た、ありがとうございます。わお、カルビ、カルビ、わお、カルビのミノ、ありがとうございます。やってきましたね、カルビとミノ。こんな感じで、あの聞いたように、ここがほんま表面を10秒ぐらい炙ってもう食べたらええよっていう感じで、もうほんまたまりませんわ。この肉のオンパレード、ミノやろ、ミノがあって、こっち側にカルビがあって、これが塩タン牛タンでございます。でこんなお肉がいっぱいでございます。これが牛タンやで、黒毛和牛 A5 ランクの牛タンやで。これうわー、どうよこれ、うわー、どうやどうや、ほれうわー、めっちゃうまそう。これ黒毛和牛 A5 ランクの牛タンやで。これあんまり焼いてあかんから、もうひっくり返しもいいんちゃうか。3、2、1、よっしゃー返そう。どうじゃ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 、うわー、めっちゃうまそう。ではでは恒例のいっときましょうか、これとこれ、これでいっときましょう。これでこんな感じでレモンつけていっときましょう。黒毛和牛重ねとった。うまっ、うまい。で、焦げたらあかんから今牛タン揚げとってんのこれあんま焦げたら焼けるから。うまいな。でもこれほんま一枚一枚食うたかって、うまい、全然ええ感じやわ。いっとこ、うん、今まで食べた牛タンの中で一番うまいんちゃうかな。あの黒毛和牛がどんなんか僕分からへんの、分からへんねんけど、その牛タン出されたら、まあ値段も値段で、見てもらってこれ食べたら2000何本やから、あの高いのは高いね。でも黒毛和牛 A5 ランクの牛タンって私食べたことないから、あの今までの牛タンと比べたら、ね、間違いなくうまいわいるそらせやわな。そんなもんなあ、馬なかったやってられへんということで、でちょっとこの辺を整理して、さっきやってきましたこのカルビね、これこれこれが表面を10秒ずつぐらい焼いて、こうやるだけで中はほんま温めるぐらいでいいですよ、これだから私大好きな半生レアやんか。ということでちょっと待ってよ、これも一枚一枚こんな感じでここシャラッとこう焼いて、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10で返して、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10で取ると。取ってやね、ここタレこうねつけて、これこれでいっとこう。
肉の甘みがすごいわ。肉の甘みがすごくって、お察しの通り10秒ずつしか炙ってないから、ほんまあの生焼けというかレアやで。めっちゃ柔らかくて甘い、うまい。ビール、ああそうか、こういう食い方もあったんやな。斬新な食い方やわ。もう一回行こうか。もう一回久保さん、はい、カルビでございます。カルビを取ってやね、ここに乗せる、乗せて、あー行きましたね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10で返す。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10で取る、取ってこれをそのままここにつける。どうや、肉の甘みがすごいわ。うめえ。ああ。ではでは最後に私大好きなミノをいっときましょう。コリコリのミノでございます。ということで、ね。うわ。あ、大きいなこのミノ。大きい大きい。うん。うわあ。うまそう。では大好きなコリコリの身のやね、いとこ。うん、だいぶコリコリするわ。うん、噛み切られへんもん、大きすぎて。うん、でもこの歯ごたえが楽しめるからめっちゃうまい。ここのほんで焼き肉のタレが全然しつこいタレじゃないねん。ほんま、あのどっちかだね、醤油風味だぐらいなもん。あのガツンとした焼き肉のタレじゃないしね、ほんまに、うん、醤油風味、和風的なタレやから、ほんま、なんていうの、あの薄口っていうの、濃い味付けじゃないから肉がしつこくないね。うん、うまい。あー、うまいな。これ美味しい。お肉もええやけど、やっぱりこの歯ごたえのあるホルモン系食べたら、わあ焼き肉食うたない感じするね。うまいわ。はい、あーいいと思った。それで本日はこの大黒章からちょこっと歩いたところの焼肉絶品さんにお邪魔して食べて飲むみたいなね。ここほんまにね、あのさっき言ってきます、格安店じゃないから、食べ放題とかその何めちゃめちゃ安いお肉があるとかそんなんじゃないから、何せその値段の割に肉質にこだわったお店だから、言うてるように黒毛和牛の A5 ランクしか置いてないで。お店の人聞いたら黒毛和牛の A5 ランクしか置いてないから、やっぱ高いよ。それなりに高いっていうか、なんていうの、格安店に比べたら高いですよ。あのそれなりのお値段します。でもね、見てもうたように、あの値段の割にはめちゃくちゃええ肉質肉出てくるからめちゃうまい。で、あの僕食べたのは一番最初に食べたあれ、なんか一番最初やなしに、牛タンやったかな、あの特選牛タン、黒毛和牛の特選牛タン、僕初めて食ったんやけど、あの食感正直で初めて、めちゃくちゃ高級チックだ、牛タンいう感じで、うわ牛タンがなんか
あのまろやかな牛タンの感じして、ほんまいつもさコリコリとかゴリゴリとか言ってるけど、そうじゃないね、まろやかにコリコリしてる牛タンで、ほんのまたね、あのレモン汁とよう合うねん。これね、他のお肉買ってカルビとか買って決して焼きすぎてあかんねん。で10秒ずつ焼いてあの食べてやるんだけど、ほんまその通り、レアで食べたら肉が甘い甘い、めちゃめちゃ黒毛和牛うまい。そうね、今日は焼肉だけやねんけど、今お店の方に聞いたらここね、焼肉でもこのね前に貼ってあんねんけど、これあるやん絶品メニューで、これ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 やげん焼き言うて、すき焼き風の焼肉があるやんて、これもここのほんま名物らしいわ。うん、ちょうど今日はまあ食べへんかったんやけど、今日はお肉ばっかり肉三昧で言ってんやけどね、ほんまなんていうの、牛タンユッケも大満足、生千枚も大満足ということで、ほんまお肉もちょこっと堪能して、今日は高級焼肉で晩酌最高でございました。ということで、このね、ま、大黒町にお立ち寄りの際で黒毛和牛 A5 ランク食べたい方は、この絶品さんぜひとも来てみてはいかがでしょうか。ということで本日も長々のご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。さよなら。